今回の動画は僕が愛用しているタンクトップをご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、僕が愛用しているタンクトップ、まあ GU のアイテムなんですけども、こちらをご紹介していきたいと思います。まあ使ってるデッキはね1年くらいなのかな。 GU 行くたびにねやっぱ追加購入してるアイテムで、コーディネートの中とかでも使ってて、あんまりこうなんだろう、コーディネートの時には紹介してなかったんですけど、結構そういった時にコメントとかあと DM なんかもいただくことが多くて、まあその度に返してはいたんですけども、改めてご紹介しようかなっていうふうに思います。まあ夏場だとね、僕こういう風な白の無地 T シャツとか着ること多いんですが、気分外でね半袖のシャツとか薄手のシャツを着るときに、インナーとして使うときには、まあ、こういうふうなタンクトップを着ることが多いんですね。で今回ご紹介するこの GU のタンクトップと、あとはユニクロのね3着でまあ1500円くらいのやつかな、まあ、そういったものしか使ってなくて、で最近はねこっちの GU の方がね使う頻度が高くて気に入っていますので、おすすめできるアイテムだなっていうふうに思うのでご紹介していきます。まあコーディネートに関してもね、レイヤード重視で組んでみたいと思いますので、まあ上半身だけの合わせをねご紹介なんかできればというふうに思うですが、やっぱりこの白 T シャツを着るよりも襟ぐりが開いていたりとか、あと腕とか脇のところがねチラッと見える感じが、まあ、男臭さというか、まあ、セクシーさって言ったら気持ち悪いんですけど、まあ、そんな感じが出るのでね使いやすいと思います。で裾がねこういう風なラウンドになっているタイプになっているので、まあ、レイヤードさせる時にもね普段とは違った印象を持つことができると思いますので、まあ、ボックスの方が僕は好きなんですけど、まあ、これはこれでいいかなっていう風に思いますので、ぜひ気になる方はチェックしていただければという風に思います。はい、っていう感じで商品紹介サクッとやっていきたいと思います。こちらの商品がですね、商品名のがワッフルロングタンクトップというものになってまして、ロング丈ではないと思います。僕はねこれまあラウンドのところはちょっと長いかなっていうふうに思うんですが、まあ普通のタンクトップだと思っていただければというふうに思います。で価格に関しましては990円、マジで安い。このね僕もね自分のパジャマ屋さんでねこのワッフル生地のタンクトップ作ろうと思った時あったんですけど、とてもじゃないけどこのねクオリティとこの価格で出すことは無理だと思ってボツにしたんですよ。まあそれくらいね、まあ、ワッフル生地って結構難しかったりとかするんですけど、この価格で出すのはやっぱ GU すげえなっていう風に思いました。で色展開なんですけど、ホワイト、ブラック、グリーンの3色展開あって、僕はいつもホワイトしか買ってません。でサイズの展開がすごく幅広くあって XS サイズから 3XL まであります。で僕はねいつも M サイズを購入してます。まあ L でもいいんですけども、このラウンドのところがね結構下まで来ていますので、 L とかだとちょっと長いかなっていう、まあ商品名の通りねロングタンクトップになりがちなので、まあ M サイズくらいでビタッと来ております。で素材のところなんですけど、本体が綿 60% にポリエステル 40% で、リブの部分に関しましては綿 58% とポリエステル 39% ポリウレタン 3% っていう混合繊維になってます。こういう風にね縁のところがリブがついていますので、まあだれることなく着用できるっていうのがすごくね良くて、結構ガンガン着ててもねもう半年以上持つので、まあ、990円でね1着持ってたらすごく使いやすいアイテムだと思います。はい、で次に特徴なんですけども、商品名にある通りね表面にねこうワッフル素材を使用したタンクトップになっています。なんで肌触りもすごくサラサラして使いやすいですし、こうレイヤードで、ね、中にこうインナーとして使った時にも異素材が入っている感じがして、とてもコーディネートに重宝するようなアイテムになってます。で長めの着丈、まあラウンドのところがねちょっと長めにはなっているので、レイヤードスタイルのインナーとして使う時にすごくいいなっていうふうに思います。でここのね裾のラウンドの部分なんですけども、若干後ろ身頃の方が長めになっていますね。はい、まあそんな感じのシンプルなアイテムなんですけども、まあ、シンプルイズベストということでね僕は大好きですっていう感じで、ちょっと着用してみたいと思います。はい、着用してみました。こんな感じですね。僕は175センチ63キロで、まあ、華奢な体型なんですけども、まあ、こんな感じですね。ガリガリなんでタンクトップがマジで似合わないんですけども、こんな感じ。M サイズでもね、やや着丈長めなので、僕好みのシルエットになってます。白の無地Tなんかもね、裾がちょっと長い方が僕は好きなので、こんな感じでね、まあ、半袖シャツとか、あとは僕はやらないんですけども、T シャツの中で着用した時にね、ラウンドのね、裾がレイヤードするような感じが好きな人は、とても好みな感じなんじゃないかなっていうふうに思います。で襟ぐりもね結構開いていますし、ここがねこのなんていうのこのショルダーの部分、ここが細すぎるとなんかボディービルダーとかね、まあ、そういう風なトレーニーっぽい感じはするんですけども、普通に使いやすいようなシルエットになってます。で肌触りもねこのワッフル素材がすっごい気持ちいいんですよ。で伸びもいいですし、で耐久性もね割とあるアイテムになってるので、もうガンガン使っていただけるようなそんなアイテムになってます。でここのね横の脇のところかな、ここは開きすぎてたりとかするとまあなんかだらしなさ
さというか、まあ、インナー使いしにくいんですよ、僕的には。なんですけども、これくらいのね、ピタッとした感じ。まあ、ピタッとしすぎてはないと思うんですけども、まあ、ナチュラルな感じのね、シルエットのこちらは、やっぱりベーシックに使える一着だと思います。まあ、こんな感じでね、黒パンにタンクトップだけ着てても、こういう風なコーディネートする人は少ないと思うので、まあ、実際にそのレイヤードさせてみるような感じで、ちょっとコーディネートというか、合わせをしてみたいと思います。まずはシャツ合わせてみます。はい、1個目合わせてみました。まあ、こういうふうな柄シャツですね。まあ、特にオープンカラーのアイテムなんかはすごくね、相性いいと思います。これはパジャマシャツなんでね、まあ、襟元がちょっとは違うんですけど、まあ、オープンカラーみたいなものなので、こちらで合わせてみました。やっぱりね、こういうふうな薄手のシャツとか、そういったものの中にもタンクトップを合わせた方が、こう、襟元がすごく開いたりとかするので、クルーネックよりもね、ちょっと悪さというか、もうそういったものも醸し出るのかなっていうふうに思うのと、あとボックスシルエットのシャツとかだと、こう、レイヤードさせた時にね、ラウンドの裾が少しこう見えるじゃないですか。このレイヤード具合が結構好きですので、僕はよくシャツにはタンクトップを合わせてますね。こんな感じ。オープニングで着てた白 T シャツ着ることもあるんですけども、白 T シャツ合わせるよりも季節感というか夏らしさっていうところも出しやすいと思いますので、あと何より涼しいですしね、使いやすいと思います。このワッフル素材が普通の T シャツよりは生地が厚めにはなってるんですが、その凹凸感というか、そういったところがね、肌触りとか涼しさも演出してくれますので、これからの季節にはぴったりだと思います。ちょっと2個目半袖のシャツ着てみようかな。はい、着替えてみました。まあ、こんな感じでオープンカラーのね、半袖シャツを合わせてみました。まあ、キューバシャツですね。古着のアイテムなんですけども、こういう風な半袖シャツ着た時には、僕、前を開けて、で、やっぱりね、こういう風なタンクトップを合わせるのが一番しっくりくるので、こんなコーディネートが多いです。ただね、この古着のシャツに関しては、ちょっと着丈が長めになってるので、レイヤードさせる時にね、裾があんまりこう出てくれないんですけども、多分ね、僕が好きなのは、これだろう、こんくらいかな、ちょっと着丈がね、ジャストくらいの半袖シャツでレイヤードで白のタンクトップが裾から出る感じ、まあ、ここがねラウンドじゃなくてボックスでも全然僕は好きなんですけど、こんな感じのレイヤード具合がね、夏場とても好きなので、そんなサイズ感で合わせたりとかしてます。まあ、これはねちょっと大きめのシルエットになってるんですが、前を開けることでね、このワッフル素材のタンクトップが見えたりとか、あとはこう動いてて風になびいたりとかした時にもね、こういう風に内側が見えますので、こんなレイヤードの仕方もありだと思います。まあ、最後にちょっとなんだろう、ジャケットっぽいのも着てみましょうか。はい、着替えてみました。こんな感じでね、今着用したのがリネンのジャケットなんですよ。こう後ろがもう透けるくらい薄いんですよ。なので夏場でも着用できるようなアイテムなんですけども、こういうものにもレイヤードさせてみました。これはねどっちかっていうと裾をレイヤードさせるっていうよりも、この襟のところの開き具合とか、そういったものがね、こういう風なカッチリとしたアイテム、まあ、ジャケットとか、あとはなんだろうな、まあ、切れ目のカーディガンとかかな、まあ、そういったものに合わせておいた時にちょっとギャップが出るので、あまり今切れすぎると僕っぽくないなっていう時には、インナーにタンクトップを着用して、こういう風なジャケットとか切れ目のアイテムを合わせたりとかしています、うん、これだけでね全然雰囲気変わると思うので、中にクルーネックよりも、まあ、こういう風なタンクトップで襟ぐりの空いてるものとか、 V ネック、ヘンリーネックなんかはね、レイヤード夏場に使いやすいと思いますので、よかったらね気分買いでね、僕みたいに無地 T シャツばっかりの方はね、タンクトップも着用してみてみると季節感出しやすいと思います。はい、っていう感じで、ね、今回はこちらの自由のタンクトップをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、夏場に T シャツ1枚で寂しいなって思った時には、このタンクトップでね、その T シャツの下に入れてレイヤードさせるのも面白いですし、僕みたいにシャツとか、あとはこういう風なジャケットの中でね使ってあげることで雰囲気がガラッと変わりますので、まあ、1000円以下で使えるアイテムとしてすごく便利だと思うので、よかったらチェックしてみてください。まあ、自由の定番のアイテムだと思いますので、季節ごとに出てると思いますし、僕なんか買う時はだいたい3着一気に買うとか、まあ、そんな感じで買ってるのでね、結構ハマっちゃう人もいると思いますので、はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。